皆さんこんにちは。こんにちは。ミーレジェンド管理吉の布目です。今日はですね、リアスタフィットネスから、田中トレーナーをお迎えして、お話を聞いていきたいと思います。田中さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、田中さんのお話聞いていくんですが、田中トレーナーは、普段、何が得意なんでしたっけ？これパワーリフティングの試合に参加しています。そうですよね、はい、パワーリフティングですよね、はい。何キロぐらい上げられるんですか？ベンチプレスが試合では155で、スクワットが210でデッドが240ですね。すごいですね、はい、なるほど。でも普段からですね、田中トレーナーって本当に体が大きいなって思ってるんですけれども、はい、どんな食事をしているのかなっていうお話を聞きたいんですけれども、はい、普段の食事を教えてください、はい、これは筋力トレーニングを始めたての初心者の方にはすごく参考になると思うんですけど、はい、何でもいっぱい食べてます。何でもいっぱい、はい、はい、どれぐらい食べるんですか？普通に3食ですか？それにプラス補食とかですか？普通に朝昼晩の3食プラス、はい、もう1食か2食ぐらい食べるっていう感じですかね。3食プラス補食でいっぱい食べるっていう感じですかね。そのいっぱいの、じゃあ今日の朝食聞いていいですか？でもその1食あたりの量は少ないですよ、はい、全然少ないです。今日は朝トーストと1枚ですか？はい、はい、コーヒーとチーズですね、はい、普通ですね。そうです、普通じゃないですか？なんか大食いに見られるんですけど、うん、1食あたりって僕普通なんですよ。食べ放題とか行っても、はい、30分ぐらいしたらデザート食べてるんで、はい、そうなんですか？見かけ倒しってよく言われるんですけど。ちなみに今体重は何キロなんですか？今83から4ぐらいですね。あ、そうなんですね、はい、私も100キロぐらいあるかと思って。身長が166なんで、身長にしては重いとは思いますね、うん、そうですね、はい。じゃあそうすると1日のなんかエネルギー量とかって気にされてたりするんですか？あんまり気にしてないですね。強いて言えば食事の中で気にすることといえば、はい、食事の中に絶対こう、メインに、タンパク質が多い食材を入れるっていう感じですかね。なるほど、はい。朝はチーズですね、はい、チーズ。で他にはよく食べる、その田中トレーナーがよく食べるタンパク源って何なんですか？鮭が多いですかね。ああ、魚派ですね、はい。飽きちゃうじゃないですか、鶏肉とか。ああ、そうですよね。でも和食、定番の和食っていうやつって、はい、ご飯にも合うし、うん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 、なんか週5ぐらい鮭食べてます。そうなんですか。1日に一切れですか？いや、お弁当1個に、ご飯200から250ぐらい入って、はいはい、そこに鮭の切り身が大体このぐらいの、はい、1切れ 80g ぐらいですね。は2つか3つぐらいは入れるんで。なるほど、はい、そのぐらいは、はい、じゃあそれだけで割と 60g ぐらいの鮭からで60弱ですかね。5、60g のタンパク質を取ってるんですね、はい、そうですね。鮭好きです。私も鮭好きなんですよ、はい、鮭よく買います。スーパーとかでも買って、私もお弁当に鮭入れてきますね、はい、美味しいですね。美味しいですよね、はい。田中も緊張してる。はい、なるほどなるほど。じゃあ普段はそんなにエネルギーとか気にせずで、逆になんか体重増えすぎちゃって困るとか、体重落ちてきちゃうとか、そういうのってなんかあったりするんですか、傾向として？傾向としては、メインのトレーニングはやっぱりスクワットとかデッドリフトとか、その、体幹部とか下半身を多く使う種目が多いんで、消費カロリー大きいので、はい、そうですよね。なんかこの辺から、83、84からはどんなに不摂生しても増えないですね。話の、そうなんですね。逆に増えないんですね、はい、やってると増えないですね。じゃあどっちかっていうと減ってきちゃう心配の方がある。いや、食べるの大好きなんで、好きなもん食べてたら、この辺をキープみたいな。なるほど、ね、そうなんですね、はい、じゃあ常に、たくさん食べてて、ストレスなく、そんなに制限もなく食べれてて、で、はい、で、それで普段は生活してるんですね、はい。やっぱりこう、ある程度カロリーを取って
ってる方が、うん、まあトレーニングハードにしても回復しますし、はい、はいはいはい、はい、筋肉も成長すると思うので、そうですよね、食べますね。うん、はい、ちなみにトレーニングって週に何回ぐらい？週6回から7回ぐらい。1回何時間ぐらいやる？1回でも2時間から長い、はい、3時間ぐらいですけど、はい、休憩時間がね、そのフィジックの方とかボディービルの方とかと違って、うん、ちょっとまあ長めに休憩取るんで、はい、あ、そうなんですね。動いてる時間自体はどうでしょうね、ちょっと短いかもしれないですね。はい、そうなんですね。で、そのトレーニングもやっぱその日によって変えてるんですか？そうですね、はい。なんかルーティンありますか？ルーティン特に決めてないんですけど、うん、まあ、まあ疲労感見ながら調整するっていう感じですかね。まあ、でも頻度大体でいくと、うん、ベンチプレスは、はい、まあ、割かし高頻度でやるんで週4から5ぐらいはやってると思います。でスクワットは、はい、まあ、週4から5ぐらいですけど、重いの持つ日と、はい、まあ、ちょっと重いの持てないし、フロントスクワットって言って前でバーを持つやり方とかで間に入れてる感じでやってるんで、まあ、本当に重いの持つのはまあ2回から調子良ければ3回行っちゃって疲れたまって次の週は2回に減ったりとかいう感じですかね。じゃ結構自分の体調を見ながら、そうですね、体調に合わせてですね、まあ、デッドリフトはもう週1回ぐらいですね、決めてますね。はい、そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。はい、ではですね、今日は、田中トレーナーのですね、まあ、普段の食事と、トレーニング内容についてお聞きしました。次回はですね、大会前のですね、食事ですとか、まあ、サプリメントの取り方ですとか、まあ、体重の調整の仕方ですとか、そういったことを、お話し聞いていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。